ウェイズアップは株式会社イーストビームが運営するゲームコミュニティで主に攻略法などの知識を集めるデータベースや他人と会話することができる SNS、ゲームに関する情報の検索エンジンの役割も果たしている。ウェイズアップの名前の由来は英語のワッツアップと技を上達するの造語でゲーム文化の発達、発展を目的に2001年に設立された。 数多くのゲームタイトルと攻略情報、ゲーム機種を取り扱うゲーム情報統合ポータルサイトであると同時に、掲示板等の機能を通じて、他のユーザーと交流することができるゲーム SNS としての役割を持っている。また、一般的なゲーム攻略サイトと違い、ユーザーたちにより投稿された記事でデータベースを構成しているという特色がある。2021年3月現在、 掲載しているゲームタイトルの数は4万1956タイトル。投稿されている記事の数は43万8591件である。ウェイズアップ、うちに登録されているゲームの情報ページの検索を行える。ゲームのタイトル、機種、発売年から検索を行うことができる。ウェイズアップの利用者自らゲームの情報を投稿することができる。 それぞれのゲームの情報ページから投稿することができ、攻略と裏技のカテゴリーに分類される。他、ウェブサイト上の記事をウェイズアップ、うちで紹介することができる、ゲームニュースといったものがある。チャット式の掲示板も通して、ゲームに関する意見や、情報の交換、ユーザー同士の交流を行うことができるほか、質問コーナー等がある。特に、チャット式掲示板はウェイザップ、うちでは、 ワザップ、フォーラムと称される。ウェイザップは2001年上半期ゲーマー向けコミュニティサイトとして日本で初めて設立された。当初はゲームに関するニュースとユーザーが作成するコンテンツを合わせたもののみだったが、後に情報の検索、配信サイトとして再度開発され、世界初のゲーム専用検索エンジンを当時のドイツ本社が開発した。後に、 この検索エンジンは2006年秋に日本版ウェイザップに導入された。その後の成功に続きウェイザップは2004年にウェイザップ AG の支援下でドイツを中心にヨーロッパ等の他の市場にも進出し中国語版のウェイザップは2006年11月に米国語版のウェイザップは2007年6月にそれぞれ配信された。しかし2008年までに ウェイザップは日本国外での牽引力を得ることは難しく、ドイツ、中国、アメリカのウェイザップの国外事業は閉鎖され、2020年6月現在、ウェイザップ事業は日本国内のみで事業を行っている。設立から2010年あたりにかけて多くのユーザーを集め、2006年には月間1億7000万 PV を達成した。しかし、それ以降は、 ツイッター等の SNS の発達や攻略ウィーキ等の対等により衰退しつつある。2014年5月14日には、ウェイザップ、うちの質問コンテンツにおいて、ヤフーチェブクロとの連携が実装された。しかし現在は、連携が停止されている。2007年、ウェイザップのドイツ語版が、ヨーロッパで最も革新的な技術を持つ企業として、ベイビジネス史、 レッドヘリングの2007年度のレッドヘリング賞の欧州部門を受賞した。前世紀にはネットレーティングス社によるインターネット視聴率調査のゲームカテゴリーにおいて常に上位に位置していた。ありがとうございます。